1719年間交番の表紙、いやいやながら、医者にされは、モリエールの儀曲。1666年発表。パレロ・ワイ・アルにて、同年8月6日初演。その作品においてたびたび、モリエールは医者を愚弄し、風刺の対象としてきたが、それが、如実に現れた作品である。彼が生きた世紀頃の医学においては、ウィリアム・ハーベイによって、 血液循環節が唱えられ、激しい反駁が起こるなど、現代からすれば、その学問的レベルは誠にお粗末なものであった。病気を治すことよりも、アリストテレスやヒッポクラテスなどの古代の賢人を盾に、取り、平民たちをたぶらかしていた、権威主義に染まりきった医者たちへの激烈な批判が、込められている。舞台は、パリ郊外。菅ナレルとマルチーヌの口論から、幕は開ける。 口論が発展し、菅ナレルはマルチーヌを殴りつける。マルチーヌが復讐を考えているところに、ゼロントの命を受けて、腕の立つ医者を探している、バレールとリュカが登場する。マルチーヌは菅ナレルを、ただの木こりのように見えるが、棍棒で思い切りぶん殴らないと、医者であることを認めようとしないという大変奇妙で、あるが、優秀でもある医者として紹介する妙案を思いつき、 それをもってして、復讐としようと考え、バレールと、リュカに紹介する。事情を知らないスガナレルは当然わけがわからず困惑、しきりだが、ひたすら殴られるので医者であると言わざるを得なくなる。後に引けなくなったスガナレルは、何の知識も持たないが医者になりきり、ゼロントに紹介され、リュサンドの治療に当たるのだが、原点においては、スガナレルとマルチーヌは、 標準語に近い言葉を喋っているが、リュカとジャックリーヌは、イルド・フランスの方言を用いている。1666年6月4日、モリエールが、珍しく、たっぷりと時間をかけて書き上げた、人間嫌いの上映が開始されたが、当時の国王レイ14世の母、アンヌ・ドートリッシュが同年1月に死去し宮廷が、服務中であるということも悪条件もあって、公演を重ねるごとに、 客足が鈍ったため、急遽書き上げられたのが本作である。キコリが女房の策略によって、無理やり医者にされるという話の筋は、モリエールの創意によるものではなく、中世フランスのファブリオによるものである。ファブリオは17世紀になってもフランス国内に数多く残っており、それを参考にモリエールは1645年に飛び医者を執筆した。この飛び医者を、 さらに発展させ、いやいやながら、一社にされが完成したのである。グリマレによって書かれた、モリエールの最初の伝記には、この仕事はモリエールにとって、それほど困難なものではなかった。なぜなら若い頃の仏巡業中に、これに似た小作品をたびたび上映していたからであり、彼はそれに手を加えるだけで十分だったのである。との記述が見える。いやいやながら、 医者にされは初演の1666年から、モリエールが没する73年まで59回、ルイ14世の死去する1715年までに282回、上演されており、上映時間1時間未満の小作品ながら、大成功を収めたと言える。いくつかの17世紀当時の文献に登場する、力ことごとくで医者にされや、焚き木作りなどの作品は、確証はないものの、 本作のことを指していると思われる。フランス国内で大成功を収めた本作は、諸外国でも盛んに本案、翻訳が行われた。イギリスにおいては、ドルリー・レーンの劇場の女優であるスザンナ・セントリーバによる本案、恋の駆け引きが上演、1703年に出版された。1732年には、ヘンリー・フィールディングによる翻訳が行われ、 ドルリーレーンで上演された。1858年にはシャルルグノーが同名のオペラを制作し成功を収めた。その歌詞にはモリエールのセリフをほとんど忠実に取り入れてある。日本において最も古い本案は1892年に発表された小崎紅葉の恋の病である。1896年には西郷雲水が 被告主として発表している。翻訳では1934年に川島純平による心ならずも医者にされである。モリエールは彼の傑作人間嫌いの上演を中断し、いやいやながら医者にされを添え物として公演を再開した。これは極めて陽気で滑稽なファルスであり、素朴な民衆はこのような作品を必要としていたのである。医者は 人間嫌いを支えた。それは人類にとって恥ずかしいことであるかもしれないが、しかし人類とはもともとそのようにできている。人々は教えられるためにではなく、笑うために劇場へ出かけてゆく。人間嫌いは、聡明な人々のために書かれた賢者の作品であったが、その賢者は大衆を喜ばせるために、道化しに変装せざるを得なかったのである。ボルテール。 力ことごとくで医者にされは、素晴らしい傑作で、誰だってつい見たくなってしまう。世の中にこれほど面白く、人を笑わせる作品はなく、今こうして、ペンを取っていても思わずおかしくなってきて、笑いがこみ上げてくるほどです。モリエールはこれを、ほんのくだらないお慰みと呼んでいますが、そこには、基地が満ち溢れており、この作品に対する尊敬の念は、今や、 疾病のようになって、パリ中の人たちが公園を見に駆けつけていると申さねば、なりません。スブリりにチョラミューズドーフィネより、ありがとうございます。